女優の土屋太大鳥が映画「哀愁シンデレラ」2021年早春公開で主演を務めることが分かった。3回オファーを断ったというダークな難役に挑戦するとともに、自身初の連れ子の母親役を演じる。土屋太大鳥主演「哀愁シンデレラ」。一晩でで怒涛の不幸に遭い、全てを失ってしまった市役所に勤める平凡な女性福浦小春。人生を諦めようとしていたが、8歳の娘を男で一つで育てる開業医と出会い、優しく裕福で王子様のような開業医に惹かれていく。その娘とも仲良くなり、プロポーズを承諾。不幸のどん底から一気に幸せの頂点へ、シンデレラのように駆け上がる。しかし夫と娘と共に幸せな家庭を築いて行こうと決意し、新婚生活を始めるが、ある日前代未聞の凶悪事件を起こしてしまう。天真爛漫なイメージの強い土屋が時代に狂い出す運命に身を投じるシンデレラ。小春役を務め、自身初となる連れ子の母親に挑む。そんな小春の場面写真が解禁。娘が通う小学校の教室のような場所からシンデレラさながらの美しいドレス姿でこちらを見、スエール。渡辺良平監督語る土屋太鳳さんにどうしても演じてほしい役。また監督を務めるのは日本テレビ系ドラマ「時をかける少女」2016年、映画「3月のライオン」2017年、「ビブリア古書堂の事件手帳」2018年などの脚本を務めた渡辺良平氏。自主制作映画「賢い犬は吠えずに笑う」では多くの映画賞を受賞するなど、脚本家、監督としても高い評価を受けてきた。本作の企画は次世代のクリエイター発掘のためのコンペティションである TSUTAYA CD エイターズプログラムに出品され、2016年のグランプリを受賞。監督自身の完全オリジナル脚本で映画化される。また渡辺監督は土屋へのオファーについて、主人公小春は今現在の土屋太鳳さんにどうしても演じてほしい役でしたとコメント。さらに撮影を通して怒涛の展開に振り回されながら様々な表情を見せてくれる土屋太鳳という女優の表現力の豊かさに改めて胸を打たれましたと語っている。